フランシスコレオンデラバーラはメキシコの政治家、外交官。1911年5月26日から11月6日まで臨時大統領を務めた。彼はメキシコ中央部のケレタロ州で生まれた。国立大学で法律の学位を得、1891年には連邦議員として政界入りした。1896年にはいくつかの南アメリカの国家の施設として、 ベルギー、オランダ及びアメリカ合衆国を訪問した。この期間に彼は国際法についての権威としての評判を得た。1911年に彼は外務大臣に任命されたが直後にポルフィリオ・ディアス大統領が辞職。大統領選挙の実施までレオンデラ・バーラは臨時大統領に就任した。1911年11月6日にフランシスコ・マデロが 大統領に選出され、レオンデラ・バーラは辞職した。彼は1913年に外務大臣を務めた後1914年にメキコ州の知事に選ばれたがヨーロッパの国際法廷での仕事を続けるためにすぐに辞職した。彼はハーグの国際法廷の裁判長として第一次世界大戦後に様々な国際会議に参加した。彼は1939年に フランスのビアリッツで死去した。ありがとうございます。